そう、そういう設定があるですね。時間的に5分ぐらいあるですね。大丈夫。じゃあ、まあ、とりあえず、どうしよう。そう、オプトラック画面で用法が入っちゃって、で、これにミックス使えないな感じで、で、電圧で、だいたいモルトでピッチが2つと、今モルトでいろいろところに行っちゃう、別のトラックにいたら、このミックスだけ変わってできる。まあ、いろいろやり方あるんで、もちろんがみんな、自分の気持ちは別、なんか違うですね。で、自分のやつ説明したらみんな違うかもしれないけど、でもなんか、もちろんとつなげるが、結構、同じものみたいになっちゃうので、あれ結構便利と思います。はい。じゃあ、なんかみんな質問とかある？聞きたいことがあっての方がいいと思うね。モジュラで。ないですか？オクタトラックの質問になるんです。はい。ああ、いいですよ。例えば、これがアナログ4なくても、はい、オクタトラックで、その要はモジュラーつないで、あ、それできるけど、モジュラーで音程とかシーケンスとかのこと、あ、もうシーケンスとか、はい、オクタトラックのエフェクトとかを、まあ、その操作とかできたりする。もうそれできるけど、これでこれと音程とかシーケンス使いたいって言ったら、もちろんMIDI と CV のモジュールが必要になっちゃう。あ、また別のものが必要だ。そう、そのモジュラーでこれ電圧だけでしたね。MIDI がさせられない。でもそういうモジュラーあるんですよ、いろいろやつで。だからこれで、それない、これで使う、それのため。今、MIDI。例えば、さっきのトラックで、これ。ベースが、この MIDI から、MIDI シークエンスしてる。ちょっとシークエンスは、だいたい一種けど、このやつけど、オプトトラックとアナログ4の違いが、全部のトラックで別の長さできるんですね。これは16、これが64。64までですね。でも、ディバイドもある。ハーフタイムとディバイドで、オートトラックで、別のトラックで、別のディバイドもできる。で、アナログ4でそれできないので、もしなんかすごい長いのベース欲しいだったら、だいたいこっちでシークエンスして、こっちにくれるけど。でもまあ、これ MIDI シークエンスあるので、そういう CV 電圧の MIDI のやつあったら、そのままこっちから8トラックの MIDI あるから、シークエンスができるから。モーグとかのその、モーグとか、MIDI がもうあるやつでいくと、もうそのままで。そうそうそう、ムーブとか何でもの、前で何や、DSI とかいろいろそのままコントロールで。これはセンテサイズ好きだったら結構いいな、シークエンス。エイボトみたいなボックスで箱だなっていうね、みんなですね。僕は、オクタトラックと、コルグの777、すごく安いのシンサイサーをつながえて、全然違うシンサイサーになります。ステップシークエンサーに使うとすごく面白いなんですね。それはまあ、ミディトラック、8トラックのエレクトロンシークエンサーが楽しみです。そう。で、オートトラックも、モジュールと使う人は、時々クロックっていう、パウスとかチュケとか、あれもサンプル入れて、そのまま音を出す。できる、Q から出すやつ。そういう人もいる。マシンドラムをやってる人もいる、モジュールで。それはまあ音程じゃないけど、クロックとかシークエンサーこっちにあるだったら、で使えるですね。そう。でもかなりなんか、つなげたいだったら、アナログ4が、一番簡単な、そういうモジュールとかいらないので、で、もちろん、自分が買った時に、今、まあ、いっぱいになっちゃったけど、これだけ、これだけのオーソレーターあった。それが、今、何ちゅうわけ、AO1、ジャパンか。前で言うとのランダムシークエンサーにそれが音程決まってる。で、それがクロックがまたこっちから来て、で、もちろんオクトトラックだったらそのままパルスにクロックのために入れたらまたこういうシークエンスできる。でも今のエフェクトもついてるので、かなりこの今リバーブがこっちでそれ消したら、で、こっちのエフェクトが結構綺麗なエフェクトがあるんですね。コーラス
のディレイ。と一番好きがリバーブ。でそれもシークエンスもできるから、例えばまあ適当で。またロックもできるので、あれが結構なんかあの便利、あのつなげるのためで。だからもちろ ん, なんか始まるときにこれとこれだけで、オスレートだけとこれで音はできた。あのモノシンスみたい。まあ、このオスレートはちょっと強いのオスレートなんだけど、これがあのミートボニスムスのブレイツっていうやつ、いろいろあのせて、今あのバイオリンみたいけど、コードとかもできるし、エンブロープも入ってあるので。で、こっち、あのそれがなんか、文字で始まりたいだったら、これあったらすごい簡単だった。そういう時ですね。そうですね。はい。どうしよう。あとオーバーブリッジも、はい、多分このフォーとリズムは対応すると思うんですけど。そうですね。オクタトラックって、オクタトラックはですね、あのオーバーブリッジに、考えた前に作ったものなんですね。ですからあのハードの、ハードオーバーブリッジの方はですね、全部あの全部のパラメータがコントロールされてるんですね、なあのマシンの中に。そうオクタトラックは それはご用意してないんです。じゃあ今後もそれは。そうアナログ本日あのオーバーブリッジはアナログシリーズのみになります。でですけど、アナログ4の場合、アナログ4かアナログキースの場合は、インプットは使えます。例えば、モジュラーか、あまあ、オクタトラックか、どっちでも、一回インプットしてから、まあ、オーバーブリッジ、一緒になります。インプットは普通に一つのオーバーブリッジの中にもトラックになります。オクタトラックの音をアナログ4から出すようにしたら、そうですね、まあ、入っているんですね。でも、まあ、コントロールフェースみたいな、さっき見せたあの、プラギン用のやつは、オクタトラックはちょっとで今できないんですね。多分もうあのオクタトラックには来ないと思う。いや、まあ、絶対来ないんです。でも音としては、まあ、ああいう感じであのライブで録音したり、もちろん、それは問題ないです。あとは、もちろんライブであのシンクされてるも全然問題ないんです。でもオーバーブリッジのコントロールパネルとかもちょっとできないです。ありがとうございます。でそれもあの今オーバーブリッジでやってないけど、あのトラックで入れるやつも入っちゃう、別のトラックみたいな感じで、だからそれもモジュラーに入れたらそれも A ボタンで別のトラックもできる。もちろんオーバーブリッジ対応する機材に全部つないだらもう全部パソコンにそのまま、そうです、そう、まあ、インターフェースとかなし、インターフェースみたいになりますね。そう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 。で例えばあそれ逆にもできます。例えばエイブトンライブに作ったものをちょっとアナログフィルターとか入れたい場合は、そっちから一回アナログに入ってからあのバックにしても、あ 今のベータはできないんですけれども、 1.0 に入ってたらそれもできるようになります。そうですね、だからそうつなげるですね、はい。であのまあ、あのさっき言ったってもう一回あのちょっとお勧めするけど、全部のトラックが L4 とエンブロープあるので、で、それが、まあ、ケーブルの問題でできなかったんだけど、その L4 と他のエンブロープも、あのこの中のエンブロープがどんどんフェードするで、L4 のデプスとか、L4 の速さとかも変われるので、本当になんか、うん、最初で何もないときにつなげてが簡単だったけど、音は作るは簡単だったですね。ね、
今は後ろにアナログフォーとアナログフォーとアナログリズムとアナログキースとヘッドフォンが用意してますので、今日は最後にもしかしたら触れたければどうぞ遊んでください。今日はこれで、デモ用は以上になりますので、またもしかしたら触りたければ2人がいますので、ぜひ質問とかご質問でお願いいたします。ありがとうございます。